どうですか、宮本さん。いや、もう、春の楽天が韓国代表へ。韓国代表、お願いします。おめでとうございます。どうですか、だってね、ちゃんと流れ入ってて。で、久保選手は、ビル一番に、足が ACL でかい、ACL でかいって言ってて、ね、その目標が達成どんどんできてるじゃないですか。どんな一年でしたか。やっぱり、最初からこう、ACL でかいな。これで ACL でって本当に嬉しいですね。もう、プロですね、もう。やっぱ勉強してるだけあって、日本もよう分かってますね。その青さんは大丈夫なのかなと思ってたんですよ。全然大丈夫ですね、はい、たまにあのレクが発熱悪い時はしっかり聞き返してきますよく頼みますからね。そんなことないですか、はい、じゃあね、これからも暴れていただきたいと思いますけど、頑張ってほしいですね。じゃあ、キム選手、1枚引いていただけますか。キム選手のゴールキーパークローブです。さあ、ゲットしたのは番号の発表お願いします。4522。じゃあ、こっちに向けて広げてもらいますか。4522番の方、キム選手のゴールキーパークローブプレゼントです。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。